夏が近づくと無性に食べたくなるうなぎ。田園調布の名店の秘伝ダレを譲り受けたお店が来週米子市にオープンします。厳しい経営を強いられている朝日町近辺の飲食店、こうした中こちらのお店はうなぎの専門店に生まれ変わりました。米子市の朝日町各番町エリアにオープンするうなぎ屋縁。東京田園調布で55年にわたり愛され、かの長嶋茂雄さんも通ったという店から秘伝のタレを譲り受けました。田園調布で使ってたタレっていうのはサラッとして醤油がないのが特徴です。タレの味も焼き方も関東風。うなぎを蒸してからタレをつけて焼き上げることでふっくらとした仕上がりになります。一押しのひつまぶしをいただきました。いただきます。ふわふわです。炭火で炙ったこの香りがたまりませんね。もうとろけるようです。醤油の効いたタレも美味しいです。ちょっとジメジメしたり暑い夏、食欲進みますね。最高です。美味しいうなぎ料理が味わえるこの店、経営するのは山陰両県を中心に居酒屋を展開するカバハウスホールディングスです。今月初めまでは串焼きなどを提供する炭火焼き店だったというこの店、うなぎ屋に変わるのにはこんな理由がありました。コロナの影響っていうのもあるんですけども、アルコール離れっていうのも、すごく大きいっていうことで、お酒をメインっていうよりも食事をメインにするような業態に変更っていう形ですかね。コロナ禍で営業日数を減らすなどの対応を続けてきましたが、客足は遠のく一方、加えて若者の飲酒離れもあり、お酒を提供する店は厳しいと判断。お酒に重点を置いた炭火焼き店から食事をメインにしたうなぎ屋へと舵を切ったのです。営業時間は午前11時半から、ランチを中心とし夜は6時から9時まで。オープンは31日の月曜日。新たな選択は売上うなぎ上りの大逆転へとつながるのでしょうか。